昨日見てた野球の試合でさ、はい、大谷翔平なんか後ろに下げてたじゃん、あったじゃん、打席にいて、うん、あれやっぱ恋しきだったし、あのわざとだなって言ってたやつ。韓国は何がしたいのって言いたくなるの？今の大統領は日本に対して友好的だけど、あれは果たして本心なのかしらね。文政権よりはマシなんだろうけど、多分ちょっとボーナスはある結局ほら、今ブームで向こうもすごい日本のファンがすげえ多いから利益になるって思ったからじゃないのかな。韓国から来る観光客で爆買いとかしないんで、基本的に本当に観光をまず楽しむみたいな、中国との違いなんだなと思って。マニュアルは、まあうん、ちゃんと意識してないと大変な事故になるじゃん、うんうん、だから事故率はマニュアルの方が少ないらしい、まあ、ゼロじゃないけどね、当たり前。やっぱオートマはやっぱ事故率高いなって言ってる、まあ、確かにそうかなって思った。だからなんかやっぱ自分も事故とか起こしたくないから、うん、マニュアル一択だって言ってた。妹にマニュアルなんだから知らせていいけど、一応マニュアルのさ免許持ってるんだよ、でもオートマだからさ嫌だって言うんだよっつって。まあオートマ乗っちゃうとね。オートマ乗ったら多分マニュアルにしたいって相当マニアックだよ、うん、でもすごい
リモートホームみたいな、なんかそういう発言で。チワンワーが乗ってる、あそこチワンワー。でも荷台に乗せてんの怖えな、あらし。どこにいるか、今チャリで通過してたじゃん。荷台の方に犬乗せてて、前の買い物したの乗ってて、逆の方がいいと思うんだけど、怖いよ、視界に入って乗り物乗ってる時に。外装じゃん。